ナと黄色のエグディ。なんだあのロゴ入り T シャツは。しかもお揃い、あんなの見たことないぞ。すいません、プロジェクト D の高橋さんと藤原さんですよね。待ってくれ、悪いけどその質問にはイエスともノーとも答えないことにするよ。わかるだろう、今日は公式な遠征でここに来たわけじゃないからさ。つまりお忍びってことなんで、あんまり騒がれたくないんだよね。あ、ケイスケ。うん、ケイスケとか言って呼び捨てにしてるし、しかもケイスケ背が低すぎるし。いいのかよ匠、あんなのほっといて。明らかに偽物じゃん。いいも悪いもできれば関わりたくない。見てる方が恥ずかしいよ。すみません、一緒に写真撮ってください。女にモテてる、ふざけんな、もう許せん。いやー参ったな。おい偽物、誰だお前は。こっちこそ誰だと聞きたいね。なんだと、何が言いたいんだ。俺は知ってるんだよ、あんたたちはプロジェクト D なんかじゃないってこと。何を根拠に俺たちがプロジェクト D じゃないと。証拠ならあるね。なぜならば隣にいるこいつこそ本物の藤原匠だからね。何、嘘くせえ。証拠ならあるぜ。おい匠、免許証出してみ。車の中に置いてきた。ずっと、バカ、そんな大事なものをなぜ持ち歩かないんだよ。あはん、わかったぜ。お前らこそ偽物じゃないか。見たところ随分インチキ臭いレヴィンに乗ってるようだが。何よ、インチキ臭い。藤原匠といえばパンダトレノだろ。ほれほれ、そろそろ試合あれだ、偽物なんだと。ああ、こうなるんじゃないかと思ったよ。嫌な予感してた。本物のトレノはな、今修理してるところなんだ。前回の茨城遠征の時、ダウンヒルバトルで遠石に当てて足回りが壊れたんだよ。へへー、どうだ驚いてか。本物だけが知る情報だぜ。滅多なことは言ってもらいたくない。はばかりながらこの藤原匠、針の穴を通す正確無比な車のコントロールが売りなんでね。バトルの最中に縁石に当てて車を壊すなんてことは俺に限ってありえねえ。なんだこいつは。今日のところは見なかったことにしておいてやるけど、二度と俺たちの名を語ることはしないでくれよ。行こうかケイスケ。プロジェクト D の藤原さんってあんたか。なんだよお前は。俺はまあ秋山渡るってケチなもんなんだけど。そう身構えないで友好的に話そうぜ。別に喧嘩売ろうってわけじゃないんだ。同じ86乗りじゃないか。俺もさ、なんていうかな、86乗りの端くれとしちゃ天下に名高い藤原匠の走りには一方ならぬ関心があるんだよな。ちょっと見せてもらえないかな、あんたのすげえドラテクを。ダメだそれはできないことに。派手なドリフトを頼んますよ。俺のリクエストとしてはその橋の上からドーンと横になって飛び出してきてもらって、それから。できないったら凌介に止められてるんだ。出口が直角に曲がってるんで、アクセルワークだけでギョワワワーンとクリアしてくれたら喝采もんですよ。ビシッとラインも決めて。ふざけんな、簡単に言うな。そんな神業みたいなことを一発でやれる人間がいるわけないだろ。
その通り、普通は絶対無理。来たな。だけど世の中広いっていうか、リハもしないで一発で決めてしまうバカがいるんだよな、一人だけ。さて皆さんお立ち会い、これだけは本当に目ん玉ひんむいてよく見ておいた方がいいぜ。こんな近くで直に見られるチャンスはめったにないから。これぞ本物のドリフト。バンダトレード早い、あいつめ、またさらに凄みが増してやがんな。今のは何だ、まさか本物。そうとしか考えられないだろう。あんなことできる86が他にいるわけないし。急用を思い出した、帰るぞケイスケ。おお、偶然だな。あんたもケイスケっていうのか。俺もなんだ。久しぶりだな渡る。そっちも元気そうだな。さてとどうするこいつら。一番許せねえのはプロジェクト D の名を語ってることだ。チームの名声はメンバー全員が死に物狂いで勝ち続け築き上げてきた勲章みたいなものだからな。すみません、許してください。それから二番目に許せねえのは俺の偽物があまりにも不細工なことなんだよな。最低でも骨の1本や2本ブサイクでごめんなさい。あ、ち、冗談で。手荒なことはしない。ただしこんな悪ふざけはもうこれっきりにしてくれよ。ナンバーから住所氏名もわかるんだ。俺たちの情報網を甘く見ないことだ。申しません、夢だったんですプロジェクト D になることが。そうだ藤原、お前からもこいつらに言いたいことがあるんだろう。あのさ、トモコっていう女の子をナンパしたでしょ。そのせいで俺が恨まれてるんだよね。え？ちゃんと連絡取ってその子に謝って誤解を解いておいてもらえるかな。ものすごい迷惑だから。やります、やります。本当にすみませんでした。ちゃんとやってくれないと困るよ君。